色的にはそうですね、すごいブルーだったり爽やかな色が好きなのでブルーで決めてみたり、あとは自分がすごく紫色が好きなのでここに紫の線を入れてみたりだったり、自分なりのこだわりを出してみました。あら橋休めあお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。俺らと橋休めの仲だからね。いやいやいや俺はほぼほぼあの何とかしか共演したことないですけどもよろしくお願いいたします。すごい、ありがとうございます、はい。質問内容が、はい、大洗会場花火大会誰と行きたい、はい、です。おーおーおー、具体的にそんなこと書いていいの。ちょっとこれ一人一人聞いていきたいんですけれども、ではまず橋休めさんからよろしいですか。はい、私は田中圭さんと行きたいです。なんですごいじゃん、いいの。なんでなんですごい好きなんですよ、はいはい、田中圭さん、あの通称田中って言うんですけど、はい、田中でファンのことを、はい、アンガールズじゃないですよね、アンガールズも田中って言われるの。田中どうなんですか。、はい、じゃなくて K さんの方、ね、K さんの方ですね。あ、 K さんの方、はい、一緒に浴衣着て花火デートしたらすごい素敵だなと思って。いやとはいえね、家庭のある方なんかこういう時に、はい、しっかりとした異性の名前出す人初めて見た。あんまりないよね。なんかその芸人が可愛いアイドルとか女優さんをこう出して、はい、お前狙ってんのかよとかいう流れはあるけど、はい、このパターン初めて見たから、初めてから言えないもん。お前狙ってんのかよと俺突っ込むつビビっちゃった、はい、田中なんだね。でも、はい、結構ガチ目で書いてしまいました、ね、いや素晴らしい。いやこういうことだと思いますよ。いいと思います、届くと思いますよ、はい、その声大好きなんです本当に。いや素晴らしい、はい、やっぱりこの、まあ、芸能活動だったりとかそのビッシュの活動をやらせていただく中で花火大会というものにちょっと行ってないなと思って、やっぱ学生の頃とかは花火大会とかやっぱ毎年行ってたんですけれども、やっぱそうですね、学生の頃の思い出にはなってしまうんですけれども、やっぱ、やっぱいっぱい屋台って出てるじゃないですか、はい、で屋台で焼きそばだったりとかチョコバナナだったりとかいろんな出店をこううら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 こうみんなでおいしいね食べたいねこれも食べたいあれも食べたいっていろいろ並んでる中にもう急に花火がバーンと始まっちゃったりとかして、結局だからその花火を見る前にもうなんか食でそのなんかなんでしょうね、始まっちゃったっていう、食で始まっちゃった食で始まった、花火で始めたかったのに食で先に始まっちゃったなっていう思い出がありますね。まあ、それもね、思い出の一つですからね、はい、屋台もつきます。橋休めさんって本当こんなあれ言うのもあれだけど売れたね本当に。いや前までマジでまともなことなんて何一つ言わない。いや今だって言ってなかったよな。ちょっとやめてくださいそれは。横で聞いててもなんか今のもううらららららみたいな変な声出てたし橋休めさん的にはもう超まともな、確かにそうですね、ぶっ飛んだことしか言わなかったのに前まで。当時はね、あの番組で共演した時そうでしょ、尖ってたから。特に橋休めさんなんかも特にそうだったじゃん、はい、やっぱこうやって普通のことを言えるようになるっていう普通のこと言ってないと、お前が異常だから普通に捉えるだけ。お前いい加減にしろよ。まっとうな俺からしたら二人とも異常だよ。いいね、はい、ずっと見てくださってるので、ね、素晴らしい、まともになっても素晴らしいですね。はい、ケーキ、はい、すごいケーキだ。なんて書いてるんですか。もしかしてお誕生日ケーキです。うわハッピーバースデー。あー怖い。お二人ともお誕生日が9月ということで、はい、そうですよ、9月です。何月何日ですか。私は9月の27日です。あ、じゃあこれからお誕生日なんですね。はい、まあ、僕は16日で終わっちゃったんですけれども。 あら終わってますね。すごいやった、すごい、これはすごいですね、めちゃ立派、ありがとうございます。でもなんかお似合いですよ、二人とも眼鏡かけて確かに ね、 ね、確かに確かに、これはすごい、はい、いいと思いますよ。そうか、ビッシュさんは年齢言ってないんだもんね。そうですね、ちょっと年齢は非公開なんですけど。あ、そうなんです。だからハッピーバースデー、はい、ケーキ持ってきてもらったんですけど、あ、なるほど、はい、年齢何歳とか言えないんで。いや でもなんとなくそのね、喋ってた感じとか全然わかんないですよ、トーンとかでなんとなくわかりますよね。いやいや、やめてください、それは、はい、それは、ね、決して若くはないなって感じ。いや、そんなことない、10代かもしれないし、20代かもしれないし、10代で出す空気じゃないよ。まだ10代かもしれないですし、ね、はい、なるほど、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません皆さん、ありがとうございます、お誕生日おめでとうございます。